ラブコメ TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日はですね、久々の出演になります。女子大生リポーター、彩香ちゃんによりますツイキャスでございます。本日は、境町おつなか通りのおしゃれスポットにあります、グーグーガーガーという雑貨&カフェのお店にお邪魔しております。こんにちは。はい、彩香ちゃん、なんか久しぶりですね。久しぶりです。はい、今日はじゃあ、はい、お店をご紹介いただけますでしょうか。はい、こちらのお店なんですけど、店内ご覧いただいたら、はい、ちょっといい音がするんですよね、これ、はい。はい、そうなんですよ。すごいアメリカンな店内になっておりまして、はい、店内の色もカステラ色で、すごい、美味しそうな色ですよね、これ。すごいね、元気の出る色なんですね。はい。はい、でこちらの名前の由来なんですけども、グーグーガーガーというね、変わった名前なんですけれども、こちら、アメリカで赤ちゃんや子供のわめき声のことをグーグーガーガーというようで、で友人さんが発した言葉の中にグーグーガーガーという言葉があって、すごく覚えやすくて、可愛いネーミングだったのでグーグーガーガーというお店の名前になったそうなんですけれども、はい、グーグーガーガーですね。グーグーガーガーです。はい、お子様ランチさん、ありがとうございます。アフリカンなお店って書いてるんですけれどもそうですね、アフリカンでもあるんでしょうかね。はい、ちょっと雑貨の方も、はい、ちょっと雑貨の方を回ってみたいと思います。はい、こちらなんですけれども、はい、これは店長さんおすすめの、はい、店長さんおすすめです。アクセサリーなんですけれどもね、すごい可愛いんですけど、ちょっとカジュアルな感じで、ね、いろんな場面で使えますよね、これは。はい、可愛いですね。シンプルなのがいいですね。そうなんです、シンプルなので、年齢関係なくお使いいただけるんじゃないかなと思います。可愛いハートですね。可愛いですね。で、こんな感じでカラフルな、あらあら、注射も。ちょっと巻いてみてもらっていいですか？うまく巻けたくてわかんないですけど。はい。はい、ちょっとハチマキみたいになっちゃいましたけど、本当はね、はい、ごめんなさい、時間がないので、はい、はい、あやかちゃんかわいい、今日も投票したよって、はい、ヤンコウメさん、ありがとうございます。はい、でこちらの指輪などもですね、はい、かわいくて、指輪ですね、800円なんですけれども、あ、お安い。今は2つで1000円ということで、こんな、あ、かわいい、かわいい。ね、すごい、お花で、すごいかわいいんで、どうでしょうか。はい、いい感じです。ね、いい感じですよね。あと他にも、コップだったりとか、お人形ですね。すごいアメリカンな感じ。アメリカンですね。すごい、あ、かわいい、かわいい。ラッカーですかね。ピーナッツですね、はい、のお人形があったりとか。そんな、ビッグボーイの人形があるので、すごいかわいいですよね。好きな方はね、やっぱすごいハマる雑貨だと思うんですけど、はい、買い付けなんかにはどこで買い付けに行かれてるんでしょう。あ、ですね、昔カナダで古着の買い付けをされてて、こちらのアメリカン雑貨の雑貨は多分アメリカのから輸入しているものなんですけれども、はい、もう全て変わってて、普通の雑貨屋さんにないようなものがたくさんあるので、ね、はい、面白いですね。見てるだけですごく面白いんですよ。飽きないですね。はい、でそして奥にですね、はい、ムーミンの雑貨も少し入荷したということで、はい、ムーミン雑貨もございます。はい、ムーミンお好きな方も多いんですけど、私もムーミンみたいな顔してて、ムーミン好きな方。いや、もっと可愛いですよ。はい、ムーミン大好きなんですけどね。はい、こんな可愛いマグカップも、こちら2014年のムーミンのマグカップもあるようです。はいはい、こんなハンカチなども置いてるので、すごい面白いですよ。はい、で奥にはカフェに、奥の方がカフェになっておりまして、はい、カフェになってますね。生クリームが、あら、あー、残念すぎる。もうリアルなね、動画ですので、いろんなことがありまして、ちょ、今ちょっとね、生クリームを、はい、すいません、はい、こちらの方外になってるんですけれども、そうなんですよ、ちょっとゆっくりのんびりと、はい、ドリンクを飲みながら過ごすことができまして、ねえ、かわいいお人形さんも座ってますね。店内落ち着いてるので、一人でもね、全然男性の方もお客さんは多いようで、結構甘いドリンクが多いらしいんですけれども、そういうのも男性の方の方がすごい頼まれるということで、はい、ね、カウンター席もいいですね。ね、おしゃれですよね、店内すべてが、ね、はい。はい。テーブル席がこちらになりまして、はい、はい、2つありまして、外にもあります。
天気のいい今日なんかは本当気持ちいいですね。はい、そうなんですよ。そしてですね、メニューの方なんですけれども、はい、こちら変わったドリンク、オリジナルドリンクがとっても多くてですね、先ほど映ったドリンクはアイスガーガーココアなんですけれども、はい、ココアの中に紅茶も入っていて、上にすごい生クリームがたっぷり乗ってて、ね、すごい美味しそうでしたけど、後でちょっといただきますけれども、はい、このグーグーココアとアイスガーガーココアがとても人気のようです。人気商品なんですね、はい、でこちらのジャム入り辛口ジンジャーエールというのもですね、ジャムが入ってるんですか。変わってますよね、すごい。ジャムもと混ぜていただくそうなんですけれども、すごい辛口で、今までただ飲んだことがない方が多いと思うのでね、ぜひね、飲んでみたいなと思いますけれども、はい、はい、もうすぐコアの方が、はい、今ですね、あ、はい、3人の方に見ていただいております。 ありがとうございます。はい、はい、じゃあこちらなんですけれども、じゃあちょっと彩香ちゃんに味見をしていただきたいと思います。はい、いつも食べてはかすりません。それではこちら、ほんと生クリームの量が、はい、半端ないですね。はい、すごいですね。じゃあ、いただきたいと思います。はい、お願いします。はい、いただきます。これは、どう飲んだらいいでしょうか。生クリームを、混ぜて飲むということで、こぼれないように、はい、混ぜて、いただきます。どうでしょう、美味しいですか。美味しいですね。紅茶が入ってるんですよね。紅茶と紅茶ってすごい不思議な味なんですけれども、はい、そのココアがすごく全然甘くなくて、生クリームと混ぜてちょうどいい甘さになるので、もうなんかすごい甘そうだなって思っていた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあっさりと飲めるココアになってますね、はい、紅茶とすごい合います。うん、美味しいです。すごく紅茶の匂いも、あ、ね、いい感じですね。それではですね、最後に場所の方なんですけれども、はい、堺町通りの海岸通りの郵便局前のビルの6階になります。はい、看板が、黄色い看板が出てますので、そちらを目印にぜひ出してください。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。はい、今日はまだまだ続きますので、はい、チェックしとってくださいね。はい、ありがとうございました。失礼します。